はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ちょっとミニ四駆じゃないんですけど、中国製のラジコンを買ってみました。最近なんかラジコンで遊んでる動画をよく見るんですけど、自分もやってみたいなと思って、一応32分の1でミニ四駆と同じスケールのラジコンを買ってみました。こういうやつなんですけど、ちょっとなんか形が僕にはあんまり好まなかったので、こんな感じでちょっと色を変えてステッカーを貼ってみました。まあ余ってたステッカーなんで、2014年のやつですけど、こんな感じでちょっとなんかミニ四駆っぽい感じにしてみました。ちょっと塗りが雑いですけど、あまり気にしないでください。ちょっと早速お家で走らせてみようと思います。はい、こんな感じでね、ちゃんとね走ってくれました。意外と操作が難しくて、なかなか画面に映るように走れないんですけど、結構ね速いです。今なんか遅いモードと速いモードがあって、これ遅いモードなんですけど、速いモードだとスピードチェッカーで22キロぐらいで出てたので、結構速度も出ます。何より車体が軽いんで加速がいいですね。ただなんかちょっと凹凸があるとステアリングがすぐ効かなくなっちゃうとか、まあ安いんでいろいろ問題点はあります。価格も1800円ぐらいだったと思います。バッテリーも一応2個ついてて、30分ぐらい充電して、15分ぐらいちゃんと遊べるような感じになってるので、意外と面白いなと思って遊んでました。ジャンプもします。ただ外で遊んだ時にやっぱりステアリングが効かないので、なんとか改造してならないかなっていうふうに思ってます。今引っかかってますね。なんかマスダンパーとかセットしたらなんか上手にいけないかなって思ったりも若干ねしたりするので、また改造もねしてみたいと思ってます。こんな感じでね走ってくれます。意外とちゃんと走ります。じゃあ以上でした。